はい、始まりました。ハイチのダラダラジオ第207回でございますえ。今回テーマが、みんなは親が好きかいっていうね、ちょっと意味深なテーマでいきます。で、あとはちょっと質問が多かった、パーカーどうなったのっていうのと、青いって何っていうのを、まあ、答えていく感じとなりますので、よかったらお付き合いください。で、まず本題に入る前に、前回のダラダラジオでね、話を聞いてもらったわけですよ。で、みんなに、ですげえあったかいコメントをめっちゃ書いてもらってて、 俺、もう、ダラダラジオ、あ、めっちゃ愛されてると思ってね。<laughs> そう、で、まあ、まだ決定っていうふうには言い切れないんだけど、ただ、もうね、あそこまでみんなにあえって言ってもらったので、ダラダラジオはできる限り続けていこうかなと思っております。はい。ただ、その、顔出しの実写のやつとの兼ね合いとか、まあ、いろいろね、これからまた悩むとは思うんですけど、ひとまず、なんだろう、毎週楽しみにしてますってね、言ってくれる方がたくさんいらっしゃったので、 もうそう言われたら頑張るよと思って <laughs> 本当にありがとうございましたすげえ素直に本当に嬉しかったですはいありがとうございましたじゃあ本題いこうかで今回はまあタイトルのまんまなんだテーマのまんまなんだけどそうみんな親好きっていうでお願いとしてはまあコメント欄でも Twitter、まあ、でもメールでもいいんだけど、あのー、好きかどうかを書いてほしいっていうのをちょっと思ってるでちょっとお願いしていいんだったらわがワ,ワマンをね言っていいんだったら その学年とみんなの学年とあのねできればね、まあ、結論が多分ねがなんだろう年頃だからさ嫌いって好きか嫌いかって言われたら嫌いの方が多くなっちゃうのかなっていう気はしてるのしてるんだけどでも好きなところと好きなところっていうかまあね、まあ、好きでいいや好きなところと嫌いなところを両方書いてもらえるとちょっと嬉しいなと思ってます。 はい、だからつまりコメントに、まあ、もちろんね、学年も書きたくなかったら書かなくてもいいんだよ。で、ただただ嫌いっていうコメントでも構わないんだけど、好きとか嫌いとかだけでもね。でも、まあ、好きなところはほにゃらなところみたいな。で、嫌いなところはぐちぐち言うところとかさ。っていう風に書いてくれると、ちょっとありがたいです。で、これをやる理由はですね、あの、今日、まあ、今日っつうかあれだ、えっ、ー、と、投稿してる前日だ。今土曜に撮ってるんだけど、夜に。あのー、今日ツイートで、あ、ツイッターで言ったんだけど、 ある動画をね今撮ろうかどうかすごい悩んでる動画があってであのねこれちょっと角が立つんですわ角が立つっていうかねなんつうんだろうまあ俺のチャンネルで炎上することはないんだけどちょっとうんって思われる可能性がある動画を撮ろうか迷ってるそうそれにちょっと関わることなのねそうだから、まあ、これをみんなに書いてもらってさそれが何だろう動画に反映するかどうかってでも保証できないしその動画を撮るかどうかもまだ悩んでるからわからないんだけど そうでちょっとね、まあ、聞いてみたいと思って振りましたこれを、まあ、もしよかったらごめん <laughs> ごめんねもしよかったらあのね書いてもらえるとありがたいはい <laughs> でさまあこれで、ね、振るだけだとちょっと面白くないんで実際ちょっと自分の話を少ししていい俺でまあ今まで「ダラダラジオ」でもねちょこちょこ話をしてるんですけど、えー、今32ね32のハイチにとっては親は大好きっす俺は、えー、と母親も父親も両方ともね うん、で俺4人家族で妹がいるんだけど妹は障害者なんだよ知的障害と身体障害両方持っててそうだから言葉も大して喋れないしあの知的障害があるからねそうだからまあ4人家族で過ごしてきたんですけどうちは、ね、普通におとんおかんって言っちゃいそうだけどあと父親ねおとんがあのすごい忙しい人だったのもう仕事人間って言ったら失礼だけど まあ群馬で俺育ったのね生まれは福岡なんだけどまあ転勤族だったからさで群馬で、えー、と小学校入る前に引っ越してきてさまあそっから小学校からずっといるんだけどでそっから都内まで東京まで仕事通ってたんだよねおとんはでまあ朝何時ほんと6時とかの電車で行って帰ってくの終電とか12時前に帰ってくようなさ生活をしててで土日も接待でゴルフばっかり行ってたしだほとんど顔合わさないみたいな。 でううちは9時までで、に寝るがもう本当絶対的なルールーだったので俺ほんとそこは真面目でほとんど守ってた本当にあのー、なんだ大晦日だか年越しの瞬間とかちょっとこうさ夜更かしするけどでもほとんど9時以降起きてたことがない小学校の時にっていう風な家だったのねでだから親と本当に親とか父親と顔合わせることがあんまりなくってそうでもそんな中で育ったわけで妹のこともあったしで 今よりも今もね、そんなに進んではいないけど、その妹が知的障害ってこともあって、かなりね、偏見の目と差別的言語をこう浴びせられるみたいなことが日常茶飯事だったから、一緒に買い物とかしてると、すんごい白い目で見られてさ、やっぱり、うちの妹も障害者だから、普通に規制とか開けちゃうの、買い物中に。キャーみたいな。そうすると、あのママ、あの子何みたいな言うじゃん。ちっちゃい子言うじゃん、そんな。見ちゃダメよ、みたいな。 のあえもうねわーっと聞こえるように行ってくるみたいな <laughs> でまあ、そんなんで育ったわけですよででもその俺まあ長男だからさお兄ちゃんが守ってあげてね妹のことみたいな風にずっと育てられてたからまあ、それはそれで別に良かったんだけどでもそんなこんなんいろいろあってでまあ、反抗期は特になく、まあ、大学の時にちょっと反抗期だったんだけど <laughs> 遅いねでも まあおかんとおとんがさ仲が悪くてうち今仲いいんだけどわりかしそう俺がね小学校小中まあこうはまだ落ち着いてたかなえそうでもないかなうんなんかこうんあんまりこううまくいってなくてね親がそうだから母親が普通にもう離婚って言葉を口に出すことも多々あったしそう俺に対してね別れたらどっちにつくみたいなそ,うそんなの普通にやったからだから正直ね嫌いな時期がなかった。 の学生の時、嫌いというか嫌だったんだよね。一緒にいることがもう苦しいというか、そうでも。そうだね。ま本当に。まあこれさこの俺のチャンネルさ親知ってるからさ。これ聞かれると結構ごめんな。もしお音も関係ないから申し訳ないんだけど、今大好きだからね。<laughs> フォローしてるけど、今大好きだからおとんどからね。尊敬もしてるし。でもやっぱりその高感な時期はほんとしんどくってうーん。<laughs> そうね、一番荒れてた時はもう本当にに何だろうな言っちゃいけない言葉を、まあ、浴びせることはそんななかったけど思ってたし部屋にねもう塞ぎ込んでずっと部屋にいてみたいなうっせえみたいな <laughs> とかもあったしねなんか挨拶されても返事しないとかさそうそうあったなとは思いますけど <laughs> ごめんちょっと長くなったなんで自分の蜂こんなしてんだろうそうでもだからそういった時期があったから俺は多分 もしね <laughs> 自分が学生の時に、まあ、こういうハイチのダラダラジオとかやってるやつがおってさこの動画見るとするやんそしたら俺嫌いって書くんだよねそうで多分好きなところをあげろって言われてもまあなんかな悩んでしぶしぶあげるみたいな <laughs> 感じだったと思うだそういう子が多いかもしんないんだけどさそうでもできれば両方書いてほしいうんなんかひねり出してでも好きなところはまあ好きなところっていうかまあなんだろうプラスなところも書いてくれたら嬉しいなと思うんだけど まあそんな感じでした。まあもっと詳しくいろいろ話せるんですけどな長くなっちゃうんでね。まあそんなところ。はい。なので、まあ今回のお願いとしては、えっ、ー、と、まあ親についてどう思うかっていうのを学年込みでね、名前とか書いちゃダメだよ。みんなに触れる。みんなが見るからね、コメント気をつけてね。そう、書いてくれると嬉しいなと思います。はい。で、あと2個ですね。パーカーどうなったのっていう。で、これは、えっ、ー、と、俺が今、6年目な、この活動6年目になるんですけど、えっ、ー、と、丸5年が、5周年ね、経った時に、 えっと、グッズを作りたいと <laughs>、そう、思って、パーカー作ります、みたいな、言ったんですよ。で、俺の、えっと、動画の投稿記念日は6月1日なので、約3ヶ月が経ちますと。結構言われます、パーカーどうなったって <laughs> 言われるんですけど、えっと、デザインはもう決まりまして、で、今それを、こう、なんと、詰めてる段階です。で、一応ですね、T シャツの方がいいっていう希望が結構あったので、できればパーカーと T シャツ両方作ろうとは思ってるんですけど、 あの必ず、いつ作れるかって分かんないんでね、そのなん作るサイト、そこで販売もできるようなサイトを使わせてもらうんですけど、それがいつこう承認されるかとかも分からないんですが、ひとまずあの進んではいますので、できればねえっと年内中にみんなの目に触れれるようにそうしたいなとは思うんですけど、ただ、いろんな YouTuber さんの見たりとか、のそのサイトとか見てると、高いんね <laughs>。 普通に服買った方が安いんちゃうかって思うんですけどあのー、ちょっとね赤字覚悟では出せないんであれなんですがひとまずできる限りこう値段を下げて出せるようにしようと思うんですけどもし出来上がってね気に入ってくれたら是非買ってもらえたらと思います自分も買ってね着ようと思うんですけどはいでもう一個青海についてですでこれはこの前ちょっと謎の動画を自分あげましたあのよ夜道であの話す動画ですねで青貝っていうのはプチオフ会って自分が言ってるんですけど まあ、オフ会って YouTuber さんよくやられてますよね。すごい大人数集めてっていう。ただ俺コミュ障なんで大人数集めらんないっていうと多分知名度的に集まらないっていうところもあるんですが、あの、まあ、少人数で集まってちょっと話しようぜみたいな会を、えっ、ー、と、最初大阪でやったんですね。で、この前の時は、えっ、ー、と、埼玉と東京でやらせてもらいました。まあ、計3回今やってるんですけど。で、それが青会です。まあ、プチオフ会、本当とね、少人数です。そう。で、この前とかは、えっ、ー、と、東京の方は、えー、結局8組。 7組8組かながえっと来てもらって順番に1対1で話すって形を東京はやりましたそうでえっと埼玉の方はわざともうすごいこう人数を絞って5人だけにしてまあ抽選にさせてもらっちゃったんだけどで5人と自分で集まってはワイワイ1時間ぐらい話したっていう感じですねちょっとねあの大宮の方大宮じゃない埼玉の方はだいぶちょっとね黒歴史ができましたけどでも楽しんでもらいたいよかったかなと で自分はねどうしても事務所に所属してな,かったないのでこうイベントとかがないんですよまあそういうの呼んでもらえる立場でもないんですけどだからユーザーのみんなと会えることがほぼほぼないんですねでこうなんだろうなウームの方みたいにさ何だっけ「ウ祭りでしたっけ?「わあ」みたいな「キャー」みたいな」と <laughs> かさそういうところも行けないしで自分の性分的にはできればこう1対1で顔合わせて話をしたいっていうどうしてもそういうタイプ なので、まあ、それをやらせてもらったんですね。で、やっぱり、実際にこうさ、使ってくれてる、ね、勉強動画使ってくれてるみんなに会って話をして、やっぱりすごいこう、エネルギーをもらうの、そこで。で、テンションが上がって、撮ったっていう感じの動画でした。はい。<laughs> すいません。結構、なんだこれみたいなね、書いてありましたけど、そうですね、そういう、そういう流れがあったの。そう。それが、一応、青海でございます。で、これからもやりますかって言われたんですけど、 やりたいなと思ってますできれば、本当地方とかにも行ってやりたいなと思ってるんですけど、なかなかね、えっ、ー、と、すぐでやりますとは言い切れなくって、そうそうそう、<laughs> なかなかそうなんですけど、またね、違うところでもできたらなとは思ってますんで、そう。<laughs> あの、YouTube で告知はしなかったんですよ、意図的に。そう、今回 Twitter 限定にさせてもらったので、まあ、いつかね、YouTube の方で告知を 知ってするかなかんなわんいけど <laughs> ま,あまたやるときにはね声かけるかもしれないんでもしね興味あったら是非ね参加してみてくださいではちょっとねいろいろ話してしまいましたが、まあ、今回の本題としてはそこのねみんな親が好きかいっていうところの質問に、えー、とコメント欄で答えてもらえたらと思いますのでよかったら、ね、是非ね書いてみてくださいでは今回はハイチのダラダラジオ第207回 みんなは親が好きかいというテーマで喋らせていただきました、えー。今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回はですね、9月の、えー、1週目ですね。なので、9月、えー、こうやってこうぜ、みたいな話をね、していこうと思いますので、もしよかったら次回の方もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。